今年度図書品が削減されて、うん、それも大幅に削減されてとっても困ってるっていうのが上がってきたんです、現場から、うん、学校に配当されるいろんな予算、うん、その消耗品とか教材費とか、はいはい、まあ、医薬品だとかこういう図書費とか全部いろいろ含めて、うん、4月の段階で配当予算が来るんですね。今年はこれはいくらです、はいはいはい、いくらですっていうことで来るので、はいはいはい、議会ではその前年度末の議会で予算を承認して4月から施行していくということは前年度の末の議会で通ってたっていうこと、そうです、通っていたんですが、どの議員さんもそれが減っているっていうことは知りませんでしたというか、分かるような中身のあの予算案じゃなかったっていうことですね。平均すると 21% 削減、金額にして総額1100万円が減らされてるっていうことが分かって、今までの配当予算が80万円だったとしたら、その2割って、まあ、16単純で16ですね。だから80万円だったところが20万円減らされたら大きいですよね、はい、大きいですね。であと取り組みとしては今どういうことをされてるんですか、ね、はい、今やっているのが署名活動をやろうということで、この署名の中身はその図書費の増額と、あとは今年あの学校図書館法が一部改正されて、はい、まあ、支障を置くことが努力義務になったので、うん、あの支障の方のその条件整備をするのには一番いいチャンスだって、ここを逃しちゃいけないということで、その秘書の方の、まあ、勤務労働条件の改善っていうところも合わせて署名に、はい、載せています、はい、来年もこのように減らすことはないって、来年は増額しますっていうことが夏の交渉で確認はしたんですけど、でも来年まで待ってられない部分があるので、この署名はあの10月にいつ提出するというか、1回目の集約が10月末なので、そこで集まった分をまず提出をして、あと、まあ、2回目が11月中旬、最終が11月下旬、結局12月に補正予算とかを、補正予算に合わせてこの署名を取っているというね、はいはい、今までいろんな署名活動を国民でやってますけど、この署名の集まりは早いっ